ロックガーデンは岩石を配置した庭園のことであり、通常は植物を配置する。規模は、個人の庭から大規模な公園まである。日本では、ロッククライミングの練習場となるような自然の岩石がある場所について、ロックガーデンと名付けることがある。ロッカリー、またはアルパインガーデンとも呼ばれる、ロックガーデンは、 岩や石を多用し、岩やアルプス環境固有植物もある庭園。ロックガーデンの植物は、多くの種が自然に小さいため、そして、岩を隠さないために小さくなる傾向があり、トラフ、または、地面で成長するかもしれず、植物は、通常よく排水された土壌と少ない水を好む、タイプになる。石底の通常の形は、植物が根付く場所に、 大小の美的に配置されたそして間に小さな隙間がある石の山でロックガーデンには盆栽が組み込まれている場合もある。石底の中には岩盤の自然な路頭のように見えるように設計されており石は寝具の平面を示唆するように配置され植物は石まぶしを隠すためによく使用されるがこのタイプのロックガーデンは ビクトリア朝時代に人気があり、王子のランドスケープアーキテクトによって設計及び建設されたものもあるが、同じアプローチが現代の大学キャンパスや商業造園でも使用されることがあり、小規模な私有庭園でも適用可能。しばしば全庭園と呼ばれる日本の石庭、カレス山水は、英語ではロックガーデンと称される。 枯山水は植物をほとんど含まない特別な種類の石庭である。ロックガーデンは太陽国などの熱帯の国々で景観としての人気が高まっている。雨天と思い日陰の木の組み合わせ、望ましくない植物の成長を防ぐための重いプラスチックライナーの使用は、その簡単なメンテナンスと排水で住宅と商業療法で庭に、 理想的な配置を可能にしている。ロックガーデンの別称として、岩石園も用いられる。ただし、岩石園という場合は、教育的配慮から、各種の岩石、鉱石を展示する場所を示すことも多い。イギリスの自然主義的な岩場チャンディーガル、インドの石底イギリスのフレッチャーモス植物園中の、ロックガーデンイギリスにおいては、19世紀後半から、 庭園の様式として、ロックガーデンが流行した。これは、アルプス山脈の自然を模し、高山植物を廃することが多かった。ウォーレン、ウィリアム、タイガーデンスタイル、シンガポール、アジアブックス仕様、リミテッド、タイロックガーデンズ、タイガーデンデザイン、2013年2月12日、閲覧。プラントメンテナンス、エーペイン、ストーンガーデンズアザウ,ウェイツーゴー。 タイガーデンデザイン2013年2月12日閲覧。玉性、素郎地学教育に生かす、身近な地形、地層、岩石と、地質断面図立花説、庭園をめぐるライフヒストリー、ライフジオグラフィー、神戸山手大学企業第8号。ありがとうございます。